皆さんこんばんは。コバルトボーイボーカルギターモーリーキタカです。ベースの脇本です。こちらは福岡在住のロックバンドコバルトボーイのインターネットラジオボーイズオントブルーという番組でございます。今日は105回目ですね。はい、もう夏も終わって、涼しくなってきてはないんですけど、俺はそんなに感じないです。まだもう亀が全然食べません。前回言ってます。前回そうやって。さらに食べない。まあ夏も終わりは終わりですね。お父さん心配です。はい。はい。こんな秋に向けて、コバルトボーイのちょっとしたトークを弾ませていきたいと思います。付き合いください。ゆったりとお楽しみください。コバルトボーイのボーイズドントブルー。はい。はい、レコーディングやってるからちょっと耳がやばくて。そうですね。耳鳴りやばいんですよね。自分が大きい声出してるの分かんなくなってる。本当おじいちゃんみたいになってくる。耳ちょっと本当に大切にしないといけないみたいですね。やっぱ消耗品だから、消耗品なんですかね、やっぱり。いや、耳っ てもうこういうそのミュージシャンでこう自分で制作やってる人は、耳はやっぱ悪くなっていく。遠くなっちゃうのかな。遠くっていうか、なんかね、聞こえない音とかが出てくるらしい。やっぱその耳を使いすぎて。使いすぎて、要するにずっと爆音なるべく爆音で聞かないようにしてるけど、その今自分ヘッドフォンでモニターしてるから、でやっぱそのなんつうか静かな曲とかいいけど、結構そのなんつうのロックっていうかさ、ラウドめの曲ってこうそこに乗り、その波に乗って、こうボーカルとか入れたいから、やっぱちょっと大きだんだん大きくしちゃうよね、自分のノリを作るみたいな。そう、あのスタジオで撮ってる時とかもそうやったけど、でやっぱね、だんだんもうなんかノイズなのか自分の耳鳴りなのかみたいになってくるから、ちょっと本当危ない。あのギター撮ってる時俺ね、相当な爆音でマーシャル鳴らしてんだけど、あれは、まあ、モーリーさんそれでもヘッドホンガチッてつけてやってたもんね、なんかこれ持ち上げてみたいな感じで。そうそう、だから、でもそれはやっぱりね、そうそう、ちょっと普段は気をつけないとやっぱ耳が爆発するか、はい、皆さんも気をつけますし、みんな本当気をつけてみてください。イヤホンとかね、はい、ということで、はい、この間小倉のメガヘルツというところ、ライブハウス、お店で、ナイアガラセット主催の、グッドサマー2023というイベントに呼んでいただきました。来ていただいた皆さん、本当にありがとうございます。いや、楽しかった。楽しかったですね。普通に楽しかった。森さんたち、森さん、かなちゃんは新幹線で、行きはね、来て、15分ぐらいピャッと来てたんだけど、僕、ノッシーと、ドラムの、あのサポートノッシーと2人で、ノッシーの車で、ノッシーの車で、それでも1時間半ぐらいなんですけど、ドライブしながら来たって感じで。2人は まあまあ家が近いって感じ。そう、まあ、エリア的に、あともう流れ、小倉に行く流れとしてはもう拾ってもらって車が一番いいなって。ああ、なるほどね。結構楽しかったですね、なんか道中。何話すの、ノッシーと。いや、なんか結構話しますよ、いろいろ。俺、まだやっぱりノッシーと2人きりになったらめっちゃ気まずいん。無口っぽいから。どっちも喋んないから。いや、めっちゃ喋るよ。あ、ほんと？うん。何話すの？実は明日花火大会行くんですよ。あー、ほんと？うん、とかなんかこう、彼女とどうたらみたいな。はいはいはい、はい。ちょっとプライベートの話とか。あ、してくれるんや。してくれます。はいはい。だってこの間、その、初めてノッシーがなんか、彼女と夜景見に行ったら、あの、車上嵐にあったっていう話、初めて。あー、昔ね。うん。言ってて。それ結構あの引き出しはすごく多いんで、あ、ほんと、いや、なんとなくさ、やっぱ俺そんなノッシーと喋らんからさいや喋るけど、その音楽の話ばっかりになっちゃうから。そうね、なんかこうこのなんイメージとしては、そのバイトっていうかさ、普段の仕事して、あとはスタジオにこもってドラム叩いてラーメン食べてるだけの人になってるからもうちょっと情報的にはね、もうはるかに豊かですよ。あ、本当、まあそうですよね、それはそう。ドラマーとしてのなんか経験もすごい面白い経験いっぱいしてるから。あ、そうなんだ。まあ、その話とかを聞くと、すごい、こうすごいなんか、まあお手伝いとかだけど、すごいプロの、あの
もう言っていいと思うんですけど、まあ、村上ポンタさんっていたじゃないですか、うん、80年代からずっとあの第一線でやられてる、ポンタさんめちゃめちゃ亡くなっちゃいましたけど、うん、まあ、ポンタさんの付き人みたいなのをしてた時期があったらしくて、その福岡で、そう、福岡とかの公演、九州ツアーとか、なんかめっちゃすごいよ、うん、めっちゃいいっていうか、もうすごいいい勉強、すごい経験やねって、達郎さん、だポンタさんと、ポンタさんか、ポンタさん、へぇ、達郎さんとか立てたの、めっちゃやってたやつ、A ちゃんとかも立てたの、あらゆる日本の、うん、ロックのドラム、すごいね、うん、なんかその、本当はポンタさんどんな人なのかとかいう話とか、いろいろ聞かせてもらった、面白いね、なんでポンタなんや、わかんない、やっぱポンタ、まあ、いいか、うん、ごめん、余計な話をしたポンタ揶揄する話やめましょう、揶揄してなんでポンタなんだ、すごいドラマでも、まあ、なんかなんでポンタなんやって思っちゃいますけど、ね、それはでも当時のノリでしょ、ノリでしょうね、うんうん、やっぱ仲間とかがつけた名前なんですよね、うん、相性で、ああでもだからそのノッシーとライブは、うん、結局その7月風で飛ばしたから3回目だったんですよね、そうそうそうですね、うん、で も, もう謎の安心感だったなんか謎の仕上がり感を見せてくれるそうなんよ、やっぱ、うん、そう最近のスタジオでも思ってたんよね、なんか、うん、あれ急にしっくりきだした、ね、前はなんかうんうんって感じ、最初の頃はね、うん、まだねしたけど、うん、そりゃみんなそうなのかもしれない、まあまあそうやけど、でもいきなりパッとピントがあったように、そうそうそう、うん、いやなんかめっちゃやりやすかった、うん、ライブが、そうそう、やりやすいというかもう何にもそのなんつうとそういうさ他の自分以外の楽器を気にしたりとか、うん、ま、全然なかった、うん、よかったですね、うんうん、そういう時のライブっていいんじゃないですか、うん、あ、ちょっと待って、タルが覗きに来た、うん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 、でこっちかな、あっちにちょっと写真撮ろう、あ、なんか成長やね、なかなか来ない、あ、ほんと？うん、そうそう、だからね、すごいライブ気持ちよかったですね、気持ちよかったですね、なんかあのメガヘルツっていう場所も結構そうそうそう、いい感じというか、昔からあるけどね、名前だけよく聞いとって、ね、ラムステッドのナオさんとかがよくイベントやってるっていうイメージ、あー、はい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 、うん、うん、今文字でコムっていう、あの文字だったかな、下関でお店やってる、あ、そうなんですか、あ、ナオさんってでもお料理すごい上手いって聞いてます、うん、一回行ったよ、プロの料理人だったみたいな、めちゃめちゃうまかったよ、本当なんかパスタかな食べたけど、うん、あ、そうなんだ、そうなんですよ、うん、で、僕らは、新幹線であの、新幹線、博多駅の新幹線の改札のとこで待ち合わせして、うん、で、あのやっぱかなちゃんといると僕はやっぱマネージャー業みたいになってくるんですよ何時に集合ですよみたいな、で、あ、今ちょっと猫が、猫ちゃんが今布団を、布団の束のに乗って布団が崩れました、うん、で、何時集合ですよみたいになって、うん、で、あの人ギリギリにしか来ないから僕が新幹線のチケット買って、ね、あ、かなさんこれチケットです渡してみたいな、めっちゃかったるい時間があるんやけど、かったるいで、新幹線乗って、うん、で俺はなんかこうやっぱ新幹線ってあんま乗らないから、ちょ、わ、新幹線だ、わーいみたいな、うん、窓の外見たりしちゃったけど、かなちゃん急にもううつむいてて、うん、もうこううつむいたままもう15分ぐらい着くかもうずっとそのままで聞いたらもういきなりよ、あの乗り物用意したらしくて、弱っ、そんな揺れへんよ急によっ、でもまあね、結構耳がこう何ちょっと気圧じゃないけど、聞いてなるよね、うん、急に来てたすごいずっと黙っとって、うん、そうそう、でもよかったですよ、あ、ほんと、小倉に着いてその駅からあのメガヘルツまで歩いていく道中でいろいろ、うん、いろんなあの人の愚痴みたいなしまし、人の愚痴をめっちゃ言い出して言うよねずっと僕愚痴を聞いててそう、そうか、そうかってマネージャー、マネージャー君やねあ、でもまあ楽しかったですね、うん、もうなんかそのそんな感じなんですね、うん、かなちゃんと2人の時はそうだね、まあ、シンセ持ちますよみたいな僕1個持ちますみたいなちょっとかなちゃん2台持って歩くからすげえ荷物あるみたいな感じで見えるもんね、パッと見大変やから、うん、そうだから、共演が畑野奈央さんっていう、はい、
弾き語りの方と、ナイアガラセット先輩、うん、先輩です。ナイアガラセット先輩で、うん、畑野さんはその弾き語りなんか俺アーシャのイメージだと、うん、なんかこう、結構ほっこり、あ、ほっこりけどような、なんかちょっと清涼感のある、うん、あ、まあそんなイメージ、今っぽい、うん、結構シンガーソングライターの方かなと思ったら、結構なんつうかな、あのこれちょっと怒られる言い方かもしれんけど、うん、北急の女みたいなそれはどうだ、ダメ、いや、あのね、あのごめんけど、あの、うん、萌さんにそのそれを言わせて申し訳ないけど、うん、そういうイメージあります、あるよねちょっとなんか、あのやんちゃ感が、やんちゃ感ある、あるの、やんちゃ感あるし、やっぱとなんか場にしっかりこうわって入っていけるタイプの、そうだね、そう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 、全然だっけ、うん、うちらのリハの時もずっとこう体揺らしてこう見てくれてて、うん、いやだからリハもすごいやりやすかったな、あれね、あとよかったよね、声もすごいなんか良くて、うん、いやノッシーとも帰りの車の中で畑野さんって人なんか良かったよねって話しながらドライブして帰りましたね、え、うん、すごい良かったです、うんうん、なんかマイケルかなカバーしてましたよね、マイケル・ジャクソンの曲をなんか家で部屋で、うん、コピーしてたらそのままそのコード進行で自分の曲も作ったみたいな、うん、あれも良かった、そうそうそう、なんだっけあの曲、マイケル・ジャクソンの曲から自分の曲になっていくみたいなやつ、流れてるってやつとか、そうね、うん、まあ、ナイアガラセット先輩はまあもうナイアガラセットっていう去年、うん、1年前にナイアガラセットのさ、ローズから出たアルバムのレコ発にソカベさんが来て、うん、でそのナイアガラセットのツーマンイベントみたいなのを、まあ、普通に遊びに行って見てたんですけど、うん、その時のメンバーもうガラッと全く違うみたいですね、バンドメンバーになってて、うん、で今のメンバーはあの小野くんっていう、これもう前も言ったけど、まあ、アップルフィッシュマンデーっていうバンドやってて、その後ルーム404っていう元子ちゃんがいたバンドをやって、今トイレッツ、なんとかトイレッツみたいな名前、うん、ごめんちゃんと言わないかんけど、やってる小野くんのバンドが、うん、あのバックバンドというか、まあまあドラム、ああ皆さんそうですね、ギター、うん、ヒッコリさんにその中心人物の中村さんが、まあ、歌ボギターボーカルで入ってるっていうやつで、うん、だったでしたね、うんうん、どうでした、いやなかなかまだまだこれこれはまあなんかまあ大変な感じだったどういうこと大変でどういうこと、なんかものすごく試行錯誤しながらやってんだなって感じだった、試行錯誤っていうかまあね、練習がまずできて全然してないなっていう感じだったんですけどまあ忙しいからね、うん、だガッタガタなんだけど、はっきり言って、いやもう演奏がもう大丈夫っていうか、ちゃんとやれよっていうぐらいガタガタやったけど、うん、ちゃんとやってるよ、もうガッタガタなんやけど、でもやっぱなんか不思議なこうもので、うん、演奏がガタガタだけど、多分そのさ曲はすごいいいじゃん、うん、でその向かってる方向っていうのはみんなもうはっきりしてるやん、うん、だけどさ、なんかさ下手にうまい演奏されるよりも上手な演奏で迫ってこられるよりも、なんかこう曲が、俺はまあ知ってる曲だからっていうのもあるけど、なんか伝わってくるっていうか不思議とね、不思議と、やっぱ小倉の街の雰囲気とかとも相まって、うん、あとやっぱ中村さんだからっていうなんか雰囲気もあるのかな、あると思う、あの中村さん、もうおじいちゃんみたいになってきた中村さんが、うん、ほんと僕が好きなグッドサマーっていうその、何イベントタイトルにもなった曲あるんですけど、うん、もう歌詞は本当に例えばさ、自分たち、自分が夏だわーいっていう曲じゃないよね、うん、もうある、まあ、男がその夏の何でもない風景をぼーっと見てるような、それ描写してるような、しかももう本当何の飾りもない、あ、若い子がいる
あ、黒松が。あれ、セミが鳴いてる。サマー、サマーみたいな。いや、それがいいんですよ。そう、それが、あの、もう、あの、中村さんの、あの、なんか枯れ、枯れたっていうか、うん、もし、あの、もうボロボロな感じ。そのままの感じで出てきて、そう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 、そうなんですよ。歌ってる人と曲が本当にもうそのまんまで、うん、伝わってくるものがなんかあって、うん、でメロすごい曲自体メロディーとか いいしアレンジもねいいから、そうだけどあのリハーサル見てる段階ではめっちゃ不安だった、大丈夫かなってちょっとなった気持ちはあったんですけど、で、うん、本番見たらその萌えさんが言ってた今の感じ、うん、そうそうそう、すごい伝わってくるというか多分ね、うん、まあそうそう、だからじゃあ例えばじゃあ中村さん福岡にナイアガラセット呼んで、うん、とか東京で一緒にイベントやりましょうよとかは思わんけど、うん、怖いからでもやっぱあの小倉あのご当地で見るっていうかあの価値がすごいあるバンドだと思った、うん、やっぱあの雰囲気のあの場所に行って、うん、見る聞くっていうことにすごいこうなんかこうか力を発揮する価値があるというか、小倉にとか文字に行ったらナイアガラセットのライブ見たいみたいな、うんうん、なんかそういう魅力がめっちゃあるライブやったよね。よかった。そうそう、だから中村さん本当私生活がなんかもうガタガタな時期らしくて今、うん、別に聞いてないけど向こうが言ってくるからあ、そうなんですね、まあ、大変そうなんだっていう感じでしたけど、そうそう、だからもうなんか本人ももうなんかぼーっとしてるっていうか心にあらずなんやけど、なんかそれ良かったなと思って、うん、ノッシーとかどうだったんだろうね。ああ、ノッシーにはあんま聞いてないからね、話は、うん、そうだからまあそんな感じです。うん、コバルトボーイのボーイズドントブルイベント自体総じてやっぱすごい楽しかったなって。 DJ の人も良かったですね、うんうん、すごいいい曲だから、いい曲でちゃんとなんかちゃんとというかあのレコードをね全部買っててやっぱレコードに流すのにこだわってるのかなって。そうそう、あの西岡恭三さんとかさ、うん、ああいうまあうちらのそう特にナイアガラセットの後とかそういうこう70年代っぽい、うん、あの日本のロックというかねを7インチとかでかけてくれてて、めちゃめちゃ合うんよね雰囲気。しかもそのやっぱでかいスピーカーで聞くってすごいいい、やっぱいいんだな。それをやっぱあのジャザムとかして家で Apple Music とかで聞く、イヤホンで聞くとあれあの時聞いたかの感じとなんかこう手触り違うみたいな。そうなる、やっぱレコードで聞く良さみたいなのをすごい感じるで、うん、あの DJ さんすごいよかった。メガヘルツみたいなお店やったらいいよね。なんか通いたくなるなっていう感じでしたよ、うん、もしこっち住んでたりしたらっていう、いろんなイベントやってるみたいな、うん、楽しそうです。そう、小倉の人ぜひ行ってほしい、行ってみてほしいですね、うんうん、あとはなんか打ち上げが良かったな。あ、中華屋さんね。そうそう、うん、その中華屋さんに行くまでにあの本当は別のなんかなんとかという居酒屋さんを紹介してもらって、そこまでみんなでこうそこに行こうつって歩いてたんですけど、うん、あの小倉って結構まあ都会だけど、うん、遠くにこうもうすぐそばに山があるっていうか、あ、だから向こうすぐ向こうの方に目をやると、うん、こう普通に夜の中に山が見えてて、うん、でまあまあまあ寂れてるんですよね。まあ古めかしいというか、そうそう、うん、で建物もそのかなちゃんはあ平成って言ってたけど、うん、いやめちゃめちゃ昭和なんですよ。昭和なんだよね。もうちょい前なんだよねっていう感じのイメージの。え、かなちゃんにいやいやもうこれもうこれ昭和の頃から建ってる建物と思うよって言ったら、うん、昭和ってこういう感じなんですねって言われてそうなるよねと思ったけど。そうね、うん、今の世代の人、いやだから俺らとかはそのすごい懐かしいっていうか子供の頃のその週末の雰囲気をみたいなのを、そう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 、俺なんか勝手に感じて、父ちゃん母ちゃんが連れてってくれた、あ、そうそう、こんなやったよねみたいな、うん、そうそうそう、そんなイメージでしたけど、なんか汚いけど、うん、なんかこうなんか静けさもなぜかある、うん、すごい小倉っていいんだなと思った。なんとなく苦手意識が実はあったけど、ああそうですか、うん、なんとなく、う
けどめっちゃいい街だなと思って、うん、打ち上げも良かったし、中華あの大体あの梅子っていう中華屋さんなんやけど、うん、なんかソカベさんが去年そのとやった時もそこが打ち上げで、うんうんうん、あそこ好きなんですよ、あそこいいですよ、いや普通に美味しい美味しい美味しいし、なんかで中村さんがやっぱもう空心菜の炒め物とかしか食べないよ、あ肉食わない、肉食えなくなったのかなんか知らんけど、マジだよと思った、すごいおじいちゃんになってたね、うん、何話してたんですか森さんたち、もうお金の話ばこの仕事はいくらもらう、だから中村さんってバンドやってるけど、その、うん、本当は多分商業音楽家になりたいよね、作曲家とか、そう、うん、曲を提供したりして、うん、そのとか楽曲制作でそのお金をもらうみたいなのを多分、うん、本当はメインでやっていきたいよね、うんうんうん、多分もう抱えてるものが大きいから、家族もいるし、うん、家も建ててるしみたいなすごいよね、なのに仕事辞めちゃったからだからもうこの仕事はいくらだったとかそういう話ばっかりしてたよそうか、うん、そうそう、でもまあ、ソカベさんと会ってどんな話するんですかとか言ったら、うん、ソカベさんとはもうずっとバカ話しかしないとか言ってた、あ、そうなんですね、なんか余裕かましたこと言ってた、うーあいつねあいつが言っちゃダメですよはい、だからすごいいい夜でした、うん、楽しかったです、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。コバルトボーイのボーイズドントブルー、続いてのコーナーはフェイバリットミュージックのコーナーです。このコーナーはコバルトボーイメンバーたちが最近聴いてよかったなという曲を紹介してみんなでほっこりした時間を過ごそうというコーナーでございます。本日のコメンテーターは脇本義久さんに来ていただいております、よろしくお願いします。あらあら、私のモノマネから入ったのかしらモノマネじゃないけど2週間経ったのね、今日もフェイバリットな音楽紹介しちゃおうかしら、お願いします。はいじゃあ恥ずかしいな、なんかはい、ちょっと待ってね、それなんていう人、いや、なんかもうあの脇本、もうちょっとしばらくして考えようと、もうちょっと、もうちょっとこなれが定着して、でももうだいぶこなれてはきてる、だいぶやってるけどねなんかじゃあ、じゃあ脇さんから、あ、僕からいきましょうか、はっきりある方から、はい、じゃあ僕今日紹介するのは、はい、本当最近あの MV が出ました、はい、神戸のシンガーソングライター堀裕二さんの、あ、はい、パッセンジャートイレを借りに来ただけの音、あ、なるほど、うん、こちらを紹介していきたいと思います。そうですね、はいはい、せっかくなんでミュージックビデオ、あの瀬戸内三部作みたいなやつですよね、うんうん、花嫁、じゃあ見てみましょう。あ、こちら YouTube なのでリンクを貼る、あ、動画を貼ることはできませんが下にリンク貼ってますのでそちらから見てみてください。ただただ海が綺麗やと思ってしまう、うん、忘れ物とかその辺の忘れ物っていうカゴとかに入れられてるだけやけどな、本当はこんなサービスないけど、堀裕二さん紹介お願いします。はい、大丈夫かな、うん、あ、堀裕二ので、呼び捨てした、あ、いや、堀裕二さんで先輩なんで、そうですね、先輩ですね、堀裕二さんで、パッセンジャー、トイレを借りに来ただけの男でした。はいはい、はい、好きよね、君、僕好きなんですよね、やっぱつい最近まであったコンビニがなくなっててショックっていう曲があるんですけど、急にそんなエピソードトークに入るじゃなくてがあるんですけど、それをあの昔あの、うん、下北沢のシティカントリーシティで、うんうんうん、あの僕らよく行ってたじゃない、今も行きますけど、東京行ったら、うんうん、そこでかかってて、はいはい、これ何なんだろうと思って、あ、そこで、そこから、うんうん、そこから知って、対バンした時とかじゃないんだ、じゃないです、あの対バンした時は念願の堀さんと対バンできるって感じ、あ、そうか、そうか、そうか、うん、で、この、なんですか、このパッセンジャー、この曲を、うん、その時、あの昔大阪でしたっけね、うん、かなんかで対バンした時に梅田ハードレインで対バンした時に1曲目にやってたんですよ。あ、そうやったっけ、当時は音源とかがそれなくて、
あ、残ったっけ、あのトイレを借りに来ただけの男っていうサビの曲が何だろう、あの黄色い CD 出てた、入ってないじゃん、あ、そう、あ、うん、その曲がね、で、ローズからまたあの堀さんの CD が出るんだっていうのを知って、うん、だから、あの昔対バンした時すごい感激して、うん、それがやっとこうローズからリリースされた音源で聴くことができて、あ、そういう感動があった、その時聴いた曲が入ってた、うん、そう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 、覚えてた、うん、あ、いや、もう10年ぐらい前の話なんですけど、確かに、でもライブ見た時にあのライブめちゃめちゃこう普通にかっこいいギターロックで、そうそうそう、でもそのライブに入る時の思い出話なんですけど、うんうん、堀裕二さんのライブだと思って、うん、こう最前かなんかで僕見てたんですけど、うん、セッティングするじゃないですかバンドで、うんうん、バンドでセッティングした時にあのメンバーとこうやってこう向かい合って、うん、今日のライブ全曲、うん、ギリ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 ジャーンって終わるけんっていう話をそこで、ね、うん、話をしてたのがみんな仕事帰りだからねめちゃくちゃ面白くて、うんうん、でその通りに全部全曲終わっていくっていうのがめちゃくちゃ面白くて、そっからもうショーが始まってすごいな、そう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 、そういう感じだ、うん、天然でやってるのかわかんないですけど、うん、あ、めっちゃ素敵やなと思って、あ、なるほどね、うん、もう大ファンです僕、うんうん、で、まあ、最近時間もつい先週とかにこれアップされたんじゃないかなっていう MV なんですけど、うん、そうでしたね、うん、あの感激でした、3作品、うん、瀬戸内三部作ですか、うん、サニーデーのとメキシコの花嫁が最後につながっていくんですよね、うん、これあのすごいカンパニーは楽しめるすごい楽しい三部作でした、ね、ちょっと旅の旅感を味わえますよね、ロードムービー感そこまであるかわかんないけど旅感はありました、はい、うん、おすすめです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、続いては続いてはの取り合いなんなちょっと待って、今全く考えてなかったな、もう音楽聴いてる時間って、うん、どういう時聴いてるんですか今、散歩の時が多いですね、移動っていうかフラッと移動しながら聴く時間っていうのを取ってるって感じですか、散歩っていうか、まあ、音楽聴くメインの散歩みたいな、あ、30分から1時間ぐらい、うんうん、がそのすごい集中して聴けるから部屋でそのもう聴くけど割とそれが集中してる、いい時間ですね、そうなんですけど、どうしよっかな、さっき聴いてたやつでいい、うん、今日じゃあ紹介したいの、あ、最近聞いたやつバーっと言おうかな、じゃあ、はい、あのこれっていうのは聞いてなかったけど最近聞いてよかったなと思ったのはあのサンセットローラーコースターっていうバンドの、あ、はいはい、台湾のどの曲だっけ、まあ、ファースト聞いてたんですよ、うん、改めて、うん、やっぱすごいいいなと思ってたのとカサノバっていう、あとテームインパルのカレンズっていう、これ2015年のやつか、これが、ミュージックビデオがよく、どれだったか、Less I Know The Better だったかな。なんか女の子がゴリラと、うん、あの、ちょっとエッチな雰囲気の学園もののミュージックビデオがあって、それがすごい一時期、YouTube でそのおすすめで出る時があって、うん、それで知ったんですよ、テーマインパラで。あ、そうなんですね。15年。うん。でもこの、カレンズってアルバムあんまり聴いて ないなと思って結構聴いて、あ、でも僕このイメージありますもん、このね、ジャケのね、うん、Yes I'm Changing って曲とかめっちゃいい曲がすごい入って、うん、めちゃくちゃ曲数入ってますもんね、そう、これも聴いたし、あとなんだっけ、カレンズ、あとなんかバッドリードロンボーイっていうイギリスのシンガーソングライターの人いるんですけど、うんうんうん、この人がなんかストーンローゼスのあの I Wanna Be Adored をカバーしてる動画が流れてきて、それつながりで、あ、久しぶりに聴こうと思って、うん、あの About a Boy っていう映画のサントラやってるんですけど、このサントラめっちゃ良くて、うん、いい曲すごい入って、これも聴いてたし、あ、これ後でリンク貼るのめんどくさいな、こんなんいっぱい出たらあとね、このね、これだね、アール・スチュワートっていうラッパーの人がいるんですけど、うん、その人がミケ、 M-I-K-E ってミケ
ていう、まあ、あのプロデューサーというか、まあ、音楽作る人をフューチャリングした、うん、あの、SENTRY この曲もめっちゃ良かったし、それ全然ちょっとダウナーな、うん、あのサンプリングの曲、あとサニーデーのドキドキも久しぶりに聴いてみたりしてたし、あと陽水さん聴いてたかな。いや最近井上陽水さん何してるんだろうと思って、引退説とかもちょっちらほら、デマデマっていうか、まあ、まあでもまあ別に引退そりゃするよなっていう、まあ、タイミングキャリアではあるけど、うん、陽水さんの曲も聴いてて、あのなんだっけな、ガイドのいない夜っていうアルバムで、はいはいはい、これは多分今までのその曲を92年リリースで、あのアレンジし直して、うんうんうん、現代っぽく、あの夏祭りとか昔はそのポロンポロンみたいなのを、そうですね、もうこの時の現代っぽいアレンジにしたり、このアルバムすごい良くて、陽水さんもすごい聴いてたし、でさっき聴いてたのはデュアリパっていう、あのめちゃめちゃあの売れてるというか、めちゃ歌がうまいデュアリパシンガーの人なんですけど、この人のめちゃめちゃ有名な、あデュアリパ、デュアリパの、あこれなんていうの、めっちゃ代表曲っぽい、レビタリビティン、リちょっとすいません読めないですLEVITATING、 この曲が、うん、なんかさっき田中総一郎さんのインスタのストーリーズで、うん、なんか書いてあって2020年のベストソングはこれだと思うみたいなの書いてあって、前半のでなんか書いてあるのよパーって見たら、なんかまあ演奏自体は割と同じようなコード進行でずっとなループっていうかだで、うん、その上のボーカルのその歌のそのフローとかでどんどん表現変わっていって、すごいベストのソングライティングだみたいな書いてある。これ田中さん好きだから、あ聞いてみようと思って、うん、あ確かにと思って、すごい確かにと思って、だからさっき聞いてたから、じゃあこれ聞きます、それ聞いてみましょうか。これなんて読むのかな、レビテーティング、レビテーティング、レビテーティング、デュアリパのレビテーティングです、どうぞ。はい、聞いていただいたのはデュアリパのリビティ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 レビテーティングレビテーティング、すごいめっちゃ早かった。今あの和訳の動画が見つかったから、うんうん、あの和訳見てたんですけど、もう和訳はあんまちょっと下手くそなんですけど、うん、よかったね、よかった。あのやっぱ聞いたことある曲ですね、うん、皆さんどこかで聞いたことある曲で、そうイエ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 イとかさ、これさ、うん、イエーみたいなのをさ、うん、結局あのめっちゃかっこよく歌えるかどうかじゃない、もう結局シンガーの人、うん、もう俺究極歌詞とかねどうでもいいよね、やっぱあのずっとさ昔好きなビートルズとかもさ、うん、その好きなバンニルバーナとかも、うん、まあ何でもそうやってさ、結局歌詞じゃなくてさ、イエーイとかがどんだけかっこいいかっていうのがめちゃめちゃやっぱでかいっていうか、まあでもなんか、まあ、イエーイだけってさ、何々何々イエーイっていくじゃないですか、そうそう、まあそこにね、そこに集約させる感じのエネルギーだろうなと思って、めちゃめちゃいいなと思った、うん、よかったです。歌詞とかマジでどうでもいいんよ今いや読んでみたけど、すごいなんか文学的な話とかでもないじゃないですか、うん、全然全然、もっとなんかこう2人の関係みたいな、なんかそういう感じの歌詞だったと思うんですけど、うんうん、でもね、こうスターライトムーンライトみたいなとかさ、うんうん、なんつうんかな、めっちゃうまいよねやっぱイメージ、うん、こう2人のそのなんかこう男女のやり取りがあって、イメージがバッと飛ぶ歌詞が来て、うん、最後イエ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 イ最高なんよね、もうやっぱもう改めて聴いてみるとすごいなんか発見が、本当に
リズムもさ、俺この感じってずっとなんかこう、なんていうの、四つなんだけど、うん、早い四つとかじゃないですか。うんうん、うん、なんかそれがなんかすごいなって、このグルーヴ感でずっと。そうなんだな、うん、だからさ、上に乗るとメロディーの歌い方とか持っていき方でリズムの感じ、聞こえ方が違うっていうか、っていう、うん、そういう発見もあります。なるほど、でも棚層すごいわ、すごい思いましたね、うん、かっこいい曲です。うん、うん、聞いてください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。エネグです。あ、はい、今日おやつ、スイーツを買ってきてくれたんですね。ちょっと持ってきます、ね、比較的最初にやるんですけど、はい、忘れておりますので、はい、今から行きたいと思います。夏もね、終わりなんですけども、夜なんかもね、あの秋の虫が鳴いてるような時期になってきましたね。今日秋元くん買ってきてくれてるアイスで、うん、ちょっと、あ、そうそう、アイスです今日は。これ、このちゃんと洗濯できるように一応してくる。そうそうそうなんですよ。写真撮ろうかな。じゃあ紹介お願いします。はい、今日ご紹介するのは、こっちを食べてほしいと思って買ってきたのが、うん、あとパルムってあるじゃないですか、はい、うん、あの口どけが柔らかいパルムですよ、はい、皆さんご存知のパルムの、モンブラン味っていうのが新しく出たらしくて。モンブラン、そうそう、僕あの昨日ツイッターで見たんでこれ食べたいと思って、うん、今日はこれにしたんですけど、うちのおばあちゃんがモンブラン好きですね。僕モンブラン好きなんですよ。おばあちゃんも好きなんですけどただ、もぐさん食えないかもなと思って。なんで？モンブラン？モンブラン、いや、全然なんで。前なんか、あれこれ買ってきたんだけど食べれないみたいなのがなんかなかったっけ。チョコバナナ。あ、チョコバナナか、うん、それから一応このブラックモンブランという、まあ、あの九州の方ではおなじみの、はいはい、モンブラン、あのコマーシャルであるんですよね、うん、ブラックモンブランと思うんですよね、ブラックモンブランを買ってきました。パラパラこぼれる。そう、パラパラこぼれるんで。パラパラこぼれるキャラとして買ってきたのか。違う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 よ、一番定番な感じの、その下りを作ろう、わざとわざとこう突っ込まれようと思ってこぼすなって持ってきたの恥ずかしすぎるわ違った違う、僕はパルムが食べたって感じ。じゃあパルムいただきます。はい、じゃあモンブランをじゃあいただきますいいよ。本当食べるよね。そう？俺そんな食べないです。でもね、アイス食べ1日1個ぐらい食べますよ。この間かなちゃんとも話したけど、俺あの、うん、ブラックチョコレートみたいなのあるんや。シンプルなチョコレートだけのやつ。チョコっていうか、チョコレート味のまあ氷なんやけど、うん、あるね、そういうやつ。ちょっと開けます、バリバリ回す、うん、あの普通のさ板チョコみたいなパッケージのやつでしょ。いや違う、じゃ今もあるけど見せようか。あ、見せなかなかパルム食べるとこはいかないさっぱり濃くて。あ、そうそう、これね、うん、これ好きなんすよね。ちょっといい、これも食べると。あ、パルムが、パルムこぼれた。あ、なんか、あ、なんでこれですね、ブラック。これアイスクリームなの？いや、だから氷っていうか、氷っぽいやつ、うんうん、小豆バーのチョコバン。小豆バーをあんまり食べないから、でもそんなやつだと思うそ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 う、ちょっと評価っぽい。評価、うん、パルム。あのルビーの指輪のおっちゃんがさ、一時期 CM でやるよったやん。あの寺尾。うん、寺尾家。寺尾家だ、うん。あれが嫌だった。ヒゲが嫌だった。ヒゲとチョコアイスってなんで相性悪くないってずっと思ってた。じゃあ、僕の親もね、散々悪口言う。寺尾明あんま好きじゃなくて、擦り込まれちゃっていうような人が。寺尾明自体は別に嫌いじゃないよ。いいね、うん、
お父さんがね、寺尾明のお父さんも役者さんで、うん、トラさん出てくるんだよ、昔の。あ、そうなんですか。うん、あの画家の役で、うん、その人よかった。じゃあいただきましょう。いただきます。試食パルム、うん、うん、うわ、めっちゃモンブラン。うん、うん、うまい。おいしいね。うん、このクオリティすごいね。なんなんやろうねって思う、うん、いろんな味がする。ということで、うん、エンディングなんですけど、ちょっと待ってね。なんでアイスマッチするの。いやいや、いきましょう、いきましょう。なんですけども、まあ、はい、どうですか最近。あのね、ついに僕、あの、うん、あれ見てきました昨日。うん、このレイトショーで、うん、君たちはどう生きるか、うん、萌さんがもう3回か4回見てるやつ。見てほしかった。僕あの周りにいないんですよ、見た人が。あれ、そうなの。いないよね。もうジブリだからってだけで見に行く人いっぱいいそうな感じするんですか。周りは、周りっていうか、まあそんな人に会ってないけど、うん、なかなか話ができない。ああ、ね、から見てほしかった。よかった。いや、なんかね、始まったら、あやおです。いや、それそれ、あやおです。はやおです。そしてプロデューサーのとしおです。鈴木としおです。僕たちのラストソング見てください。君たちはどう生きるか見てね。見てね。あったやろ。これなかったですよ。あ、今かちょっとネタバレに近い話になるかもしれない、ね、かもしれないです。うん、見てない人はもうここでやめてください。いや、もう感想としてはね、あの、うん、もうあの最初に見た人の感想って結構こうなんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、なんかとりあえずは2時間圧倒されて、あ、なんかなんかすごいものを見たって感じになっちゃった、うん、そうやね、気持ち的には。それそれ、僕コンディション的にはあの結構寝不足で寝ちゃうかなっていうぐらいで行ったんですよ、うん、もう全然、うわ、何これってなって。そうだね。っていう、感想でした。うん。うん、いや、俺も。いや、そう、そうじゃないと思ってた。うん。でも何回か見るとやっぱり違うのかなとも思って。うん。うん。なんか、2回3回見に行く人の気持ちもわかるというか。うん。うん、俺3回見てもう1回来たもん。あ、俺ももう1回見たいですもん。うん、なんかその、まあ、ストーリーはさ、別に単純じゃん。うん。まあ、まあ、人が、お母さんが亡くな、戦時中で、火事で亡くなって、うん、で、疎開したら、そこに、もうお父さんがもう妹、めとっと、妹と付き合いよって、うん、めっちゃ嫌な気持ちになって、で、なんかこう、自分の中のそういう悪意みたいなのが嫌で、嫌っていうかもね、もやもやした自分の頭カツンってやっちゃって、うん、でそこに詐欺男が現れて、でも結局さ、真人の問題って、うん、途中でさ、お母さんが本をに真人くんへって君たちはどう生きるかの、うん、出てくるんですよね、小説を残してくれてて、うん、あそこで終わるんや、ほんとあれでよかった、あ、お母さんで終わりの話で、お母さんいたんだってなるよね、うんうん、やっぱり、ほんとはほんで、うん、なんか霜降り明星のせいやが、うんうん、あのレビューっていうか、まあ YouTube チャンネルで言ってて、ああそうなんだ、やっぱようわからんかったっていうのと、うん、感情移入が全然できんかったみたいな、うん、何でお母さんを助けに行く、あの夏子さんを助けに行くのかわからないとか、うん、でもなんで助けに行くのかは良かったのかも。なんかやっぱりその真人くん主人公の子的に、うん、うちに抱えとるなんか素直になれない気持ちみたいな、うん、そう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 、モヤモヤとしてね、そこって最後解消されるじゃないですか、なんか解消される気がしたんですよ、僕てか、まあ受け入れたね、うん、すごいまっすぐな気持ちをちゃんと伝えるというか、うん、うん、夏子母さんっていう風になっていく、髪が顔にベリベリ夏子母さん包帯みたいなね、ベリベリ夏子母さんすごい張り付くよな、ね、髪が
なんかすごい、なんか成長冒険記みたいな感じで僕は見ましたね。そうそう、あの短時間でね、うんうん、すごい。そうだから最後のシーンとかもなんか特になんかもう、うん、僕はこうやって生きていくんだみたいな、なんかそういう、そうそうそう、ちょっと最後ね、あの初回先から東京にね帰る時のあの短いカット、うん、あれすごい良かったです。バッと終わって、これで米津玄師の、うん、剣士、米津のね、剣士いやいや、ちょっと待って、ダメ、ちょっと良くないですか。いや、分かっとるよ。いや、あの曲が流れて、うん、エンディングでスパッとね終わって、うん、そしてやっぱりみんななんか思うだろうなっていうのが、すごいキャストの声優っていうか、そうだから最初全然どの人が誰全然分かんない、うん、じゃあ菅田将暉が詐欺男って思う、知ってびっくりした、うん、キムタクなのみたいな。えっ、キムタクがすぐ分かった分かんなかったですよ僕。ほんとキムタクめっちゃ良かったな。うん、おばあちゃん軍団もすごい豪華キャストなんや。いやー、あ、そうな、おばあちゃん軍団チェックしてない、うん、おばあちゃん軍団キャストすごかったですよ。あのおばあちゃんの描き方がすごいよね、うん、急にそのおばあちゃんたちだけさ、等身比率がなんかすごいディフォルメされた感じで、急になんか妖怪ってかさ、妖精じゃないけどさ、うん、まあでもあのおばあちゃんたちが、まあ、人を守ってるみたいな、うん、神様っぽい扱いになってた、扱いでしたね、うん。好きなキャラとかいました？好きなキャラ、好きなキャラ、やっぱ詐欺男は良かったですよ。詐欺男はいいよね、うん、詐欺男とあのさ、一緒についてきてくれたおばあちゃんいたじゃないですか、キリコさん、キリコさん、キリコさんすごい、キリコさんめっちゃいいよね、うん、あの向こうの世界のキリコさん、ね、そういいよね、良かった。あのなんか炎のビューンみたいな、ああそうなんだっけね、あのなんかこう円をこう切って回ってくるんですよ、ね、ああいうのってどっから来るやんな、あの発想ビューン。なんかまあほんとやっぱいろいろあるんでしょうね、うん、モチーフというか、うんうん、なんかいろんなシーンがいろんな絵画からの引用だとかいうのもあるみたい。ああじゃあそういう見どころもやっぱりあるんですね。あるみたい、村上隆さん、うん、ちょっとコラージュっぽい部分が、まあなんかその、うん、分からんけどその絵画好きの人とかはそういう風にも見るらしくて、うん、なんかストーリーをこうわっとこう楽しむみたいなよりは、うん、こっちからやっぱりこうなのかなとか、こうやってこう考えたりすることが楽しくなるような、そうだね、映画っていう、映画体験っていう感じがして、うん、うん、もう一回見たいなってなっちゃう。そうね、うん、でもやっぱなんかあのさ、あの夏子母さんを助けに詐欺男と、はい、あの、うん、塔に入っていって、うん、お母さんの偽物捕まされた後に、まあ、詐欺男と、あちょっと問答とかわちゃわちゃしますね、うん、でじゃあさ探しに行こう、あの大王子様から来いって言われて、うん、あの下にズーンって沈んでいくやん、うん、で下に沈んでいったらあの別世界っていうかさ、海の世界みたいな、あの世じゃないけどさ、うん、まあれあの世かなと思ったやん、あの世っていうか、せあの、人生命が生まれる前の世界、その発想すごいと思った。普通さ、人ってさ亡くなった人を思うとき上見る、上見るよね、うん、そう、ね、下ないんだと思った、うんうん、確かに。でそっから浮き上がってきて、わらわらになって浮き上がってきてみたいな、そう、うん、で現世というか、まあ、生命が生まれるみたいな発想とか、うん、へえみたいな、面白かったな。なんか、うん、結構ね、絵もすごい緻密なんよねと思って、そう思った。あの一つ一つのコートかけてるハンガーみたいなのがこう立て、うん、あの立てる型のこうコートハンガーみたいなあるじゃないですか、うんうんうん、あれとかもわすごい、これ緻密になんか描いてる。そうだね、あとトイレとかもさ、陶器がすごい、うんうんうん、柄があってね、そうやっぱ最初のさ、あの最初そのカンカンカン、あの火事のさシーンから始まる、うん、戦争のね、空襲のシーンかな、空襲じゃなくてあの病院が燃えてるって、病院、あ、病院か、うん、であの病院まで母さんってなんかこう、うん、人々がビューってなって、うん、なってるじゃありましたね最初、うん、あそこでもあなんか船早尾がもう新しいことを、うん、まだやってるみたいな、すごいな、すごいと思ったよね。あの飛んでくる火の粉の表現ももうすごい全然違くて、うん、なんか
ハウルとかでもあの燃えるシーンがあって火の粉が飛んでくるんやけど、うん、もう全然違うよ表現。あの今回の火の粉はこう火の部分がちゃんと光ってて、こう昔のハウルとかは、うん、まあ普通にめっちゃそのなんていうのかな、火の粉は、まあ、黒赤みたいな、うんうんうん、もうちょっとこう絵にアニメーションって感じなんやけど、火の粉だけすごいちょっと浮きで、なんか一個一個いちいちなんかやっとんな、あ飛んでる感じが、うんうん、いや細かいな描写があってすごかったです。なんか好きなキャラクターいましたじゃん。やっぱキリコさんが好きだった、あやっぱそう、うん、いいですよね、うん、あと真人も結構好きやったかな、うん、あのなんかやっぱ最初はさ普通のあの時代の刈り上げの子みたいな感じが、うん、あの自分の頭をガンってやった後さ、まあ、怪我のあれ治療まで片側を剃るやん、うん、あれで急にヒーローっぽくなる主人公っぽいデザインになるとかさそう、ね、おーやっぱへえ かっこいいっていうかさ、なるほどみたいな、うん、あとあの怪我してその、まあ、治療されて寝とって、うん、詐欺男の気配がして、うん、横にあったさあの水飲み用だからさ水をかぽっ、あーありますねありますね、うん、あのシーンとかめっちゃ好きあこっからこいつなんか始まるんだみたいな感じとか、うんうんうん、詐欺男はでもあんなのとは思わなかったの最初は。まああのいわゆるビジュアルイメージにもなってるので、うん、なんか最初からなんかそれなんかシンボルとして出てくるのかなっていうのがずっと出てきてたじゃないですか、うん、まああれしか情報はなかったけん、うんうん、あんな感じになるんだよ。いえ、お待ちしておりましたみたいな。うわ、こんなんかみたいな。そうですね、それも本当予備情報なくて見れるから楽しいみたいな部分があったな。うん、いや、楽しい。いや、面白いとか、もう本当楽しめる映画だったなと思って。いや、もうマジで何回も見たいな。うん、もう一回行きたいなっていうぐらい。君たちはどう生きるかだけを話す回。とかやりたいの。ああいいかもしれない。もう一回見ようかなそのために。そう、うん、だからもう一人ぐらい、うん、かなちゃんが見るっつってなんか見なさそうだから。ねえ。そういう時あるね。あの子は本当に。いや俺見てよかったなと思った。でレートショーで行くのも結構なんかこういう楽しみ方ってあるなと思って。あはいはい。どこで見たと？博多駅です。だから博多駅TJ、うん。TJ 博多で普通に電車降りてご飯食べて、うんうん、で映画見てそのまままた帰ってみたいな、なんかその流れいいなと思って、うん、レートショーって一人で来てる人が結構多いじゃないですか、うんうん、多い多い。で僕見てた時 5,6 人だったんですけど、うんうん、なんかそれもいいなと思って、あ分かる、うん、みんなちゃんとこうしっかり映画見て帰ってるって感じで、うん、楽しかったです。いいよね。よかったです、うん、おすすめですよ。もっと語りたいな。いやなんかもう一回見てまた語れる材料あるだろうなと俺思っちゃうね。ああそうね、このシーンめっちゃ良かったなとか、うん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 、でも昨日の今日だからやっぱすげえわかる、あの、その、うん、それこその水飲み、うん、なんつうのあの、うん、そうそうそう飲むシーンとかの臨場感、うん、そう、いいよね。あとその夏子さん、まあお母さんとかもその人も一緒やと思うけど、うん、夏子さんのあの造形がもう究極の美人だよ。うん、ほんとやっぱなんか早尾スケベだなって。いや宮崎駿さんとそのそういう性的表現みたいなのさはっきりとはせんけどさ、うん、なんかすごいエロいよね。エロいっていうか エロい違う色っぽさを色っぽいっていうか、うん、女性のなんか、うん、あるよね。うまいというか本当に美人な綺麗な人ってっていうのを、そうそうそう、夏子さんってそんな感じでしたよね、うんうん、あの帰ってっつって顔が歪む感じの美人っていうか、うんうん、美人最強説が出たの俺の中すごい今反感を買う発言をしたけど美人最強説でもなんか最後というかあのなんか塔から脱出して、うん、なんか全て解決みたいな、なんかさ、カトリスもあるじゃないですか、あのシーン。めちゃくちゃカオスなんですけど、塔の中にいるときって。そうそう。うん。それが最後全て、その、ね、解消されるというか、ヒミと、あの、うん、出てきてね。ヒミさんは別のとこね、私行かないと。ああ、そうそうそう。別の、まあ、時代っていうかね、うん、自分の時代。あなたを産むんだから。
だからさ、あの氷見がじゃあ今から私は別こっちから出る出て行ったその氷見が、うん、あのおばあちゃんがさ昔氷見さんもいなくなって突然1年後に現れたんですよって話しようってんおばあちゃんが。あーあったね。あれに繋がっていくってことか。そういうことなのと。うん。おもろ。ああそれ発見ですね。そうやね。うん。キリコさんはもう出たんかなあの時一緒に。キリコさんも一緒に出ようったよね。あっちの方がどでもキリコさんはでもおばあちゃん若いから若い方のやつ若い頃のキリコさんは若い方の方から出るけん姫さんと一緒の方から出るっていうでも姫でもさ姫さんよりもキリコもっと年上のはずよねだってひだってお母さんやけん現代に来てもまだ若いやけんあでもキリコさんは現代だとおばあちゃんやろで本当はもっと向こう本当はもうちょっと向こうから出ないとダメだよねえどういうこと一緒に出よったっけ一緒のとこ行ってなったいやけど出てたかどうかはちょっと分かるキリコさん出てないかもああ入ってたまんま私はずっとここにいるよみたいなセリフあったよああそうねうーん不思議だから最後さあのなんか、うん、お前覚えてんのかよみたいなお前人みたいな作業とか言うやん言うね忘れろよみたいな、うん、あれもあのシーンもすごいいろんな解釈があるみたいなねまたさ石を持ってきてるんだよねあーそうそうそう、うん、ポケットにこう多分手を突っ込む、うんうん、だからなんかじゃあな友達ってあれもなんかやっぱ実は宮崎駿作業男がの、うん、その鈴木敏夫さんで名優のあでなんか作品の中で友達って言い合ってるとか、うん、じゃないのかってうん、なんかいいよねそういうのそういうのもいいよねうんパンフもなんか買ったんですかああるよあ持ってこようかさんのインタビューはこれは長くなるわあこれいいシーンやねそうパンフレットいいシーンめっちゃあとここもさここなんて書いてあるんや、うん、このお墓の前の金の門のあこれやろインとかもさこれを学ぶのそうそうそうこれ最後じゃない気がするね、早尾さんまだできそうっていう感じもし、なんか途中で死ぬか、ね、可能性はかなり高いけど、うん、次、多分作ったとしてね、うん、いいなそれもいいんじゃないかなみたいなって思ってんじゃないかな作りながら作るのはやろうかなって思ってくれるいや、もうずっとやりたい人やと思うよ、うんわらわらも良かったねいや、すごいななんかその作画監督を、うん、あの新エヴァンゲリオンを作る前に、うんうんうん、そのめちゃめちゃメインの人を引き抜いたらしいんよ、うん、うわそうなんだそうそうそうだけどもうその新エヴァの方 の、うん、あの打ち上げとかに、うん、安野さんから呼ばれなくなったって作画監督はそこはやっぱりだって今、ね、安野さん的にはさ、うん、俺の一番やりたいことやろうとしてんのにさ勘弁してくれよってなる、ね、メインの人引き抜くんかいみたいな話やろだってすごいもんやっぱでも僕は早尾がその口説き文句が僕はもうこれが最後かもしれないんですって言うらしいよああなるほどねそれは行くしかないわ宮崎駿よりそう言われたら、うん、それは行くしかないわ行くしかないってずるいよね、人たらしやこのね、積み木のね、描写とか意味とかもいろいろ考えてしまうよねうんインコ大王が本当嫌いああ、インコ大王うんけどね、インコ大王についてきたさ、うん、あの部下たち部下、うん、氷見のあの、うん、を乗せたも、あれ、うん、棺じゃなくて、なんだっけあのベッドじゃないけど氷見を寝かせて
インコ大王、あなんか恐竜みたいです、うん、あの後ろのやつらがさ、あの王子様のところに来てさ、あー天国だーって、あー言って言って言って、あそこがなんかめっちゃ好きやった、ここ天国でしょみたいな、あいいね、いやいやいや、そうっちゃね、いや、やっぱなんかこういうのが、こういうさ、なんか喋りたくなるっていうのめっちゃいいなと思うし、うん、ちょっと喋って保管されていく部分もある、ここよね、これね、あ、そうそう、その人その人でインコ大王もさ、なんか悪っていう感じでもなんかない感じというか、人間って感じがしたよね、うん、だから多分インコって多分その人の社会のなんかあれなのかなとか、うん、そうだね、このケーキが全然美味しそうじゃないっていうか、野菜、野菜で作ったケーキ、うん、おからで作ったケーキみたいな、いや、いい、これ何、これまだ買えるのかな、言ったら、え、買える、やっぱ冷凍所だと買えないんですよ、いや、なんか、あの売店の人に言わないかん、うん、システムっぽい、こういうのやっぱ見るとやっぱいいですよね、いい、これなんか結構最近ポニョとかさ、うんうんうん、あのこの前、本当は1個前が引退作だったはずの風立ちぬとかがさ、うんうん、なんかあんまりなんかこう、うーんって感じだったね。あポニョが結構苦手で、なんか僕見てないですもん、あのポニョはソウスケっていう、まあ、元ちっちゃい男の子が、うん、あのポニョっていう、まあ、金魚みたいな不思議な女の子と出会って、うん、でまあ頑張るっていうやつなんやけど、うん、なんかやっぱね、あんなちっちゃい子を頑張らすのがなんか嫌ですごいちっちゃいよ、あの3歳児ぐらい、そんな感じだよね、うん、小1なったかなってないかぐらいの子を、うん、すごい頑張らすんよ、しかもそってお母さんがそのソウスケよりも自分が働いてる老人ホームの方に行っちゃうの、嵐の日に、うん、そういうのも嫌だよ、なんかなんなんみたいな、だから全然入れなかった、感情移入できなかった、うんうん、その、ま、1個前の風立ちぬは、うん、まあ、ゼロ戦を開発した人の話で、まあ、原作があって、うん、まあ、よかったけど、あ、これ最後みたいな、あ、そんななんか大断言みたいな感じじゃないの、全然最後っぽくない、うん、僕ね、意外とだからこういうの話してて全然見てないから、見てないよね、楽しみなんですよね、こういうの、あ、見た方がいいと、うん、で、まあ一個一個面白いと思う、うん、いや、うん、うん、なんかよかった、いや、だけど久々なんか早尾の新作でこんな面白いっていうか思ったの初めて、久々やったなと、うん、いやだから本当にこれ7月10公開の次の日に朝一のやつ行って、うん、これはもうなんかいい夏の予感みたいなさ感じになってたらすぐ風邪ひいて2週間潰れるそう、でもなんか本当いいもん見たって感じがすごい、あ、しますね、してマジで、よかったですね、うん、おすすめです、まだやってますんでね、皆さん見てほしいし、やっぱり、ね、映画館で見るのって本当にいいなと思ったのが、うん、前ちょっと前の回にさ新仮面ライダー見たって話で大石さんにしちゃったんですけど、うん、俺見逃してプライムビデオで見ちゃったんですよ、はいはいはい、いいんだけど映画館で見たかったっていうのは ね、 やっぱ、うん、新仮面ライダー本当に映画館で見てるときにこれ何を見せられてるんだろうってずっと思うよ、いや、でもそれでもやっぱ見たかった、なんなんみたいな結構なんなんてなるよね俺は世界を救うんだ俺は仮面ライダーをやっていくんだ全然感情がこもってないあの喋り方、俺あの池松くんの棒読みめちゃめちゃ好きなんだ、ね、めちゃめちゃいいよね、うん、うん、であの江本くんのさ二号ライダー、謎の爽やかさ、謎の爽やかさと俺は好きだ、丈夫かさねなんなんこのずっと違和感のある感じなんだろう、あれ映画館でやっぱ見たかったなって、うんうん、やっぱこういうの見るのおすすめですよ ね、まあいいよね、うん、でまた秋元くん2回目見たらまた本当本当ね、やりましょう、いいと思います、あのこの回してもいいかな、そうですね、だからもしあのこれを聞いた方であの君たちはどう生きるか回、うん、有志を募ります、はい、参加したいという人いたらぜひ、うん、DM ください。
待ちしております。はい、ということでエンディング。コバルトボーイはあのライブをちょっと今入れてないので、うん、ちょっとレコーディングをしっかりやりたいので、はい、まあ秋というかもう秋になりますけど、うん、11月とかに全然やらないとかじゃないと思うし、うん、まあ誘っていただけたらまた全然考えていこうかなと思います。ライブが入るとやっぱライブで頭いっぱいになっちゃって止まっちゃうんですよね、うん、本当ダメだけど進めなきゃいけないことも進めながら頑張っていきますので、はいはい、よろしくお願いします。うん、じゃあこんな感じかな。うんうん、じゃあ皆さんも君たちはどう生きるかまだやってるので、うん、ぜひ見てくれるとまたこのさっきの話が輝き、輝きです。保管されますなのでぜひ皆さん語りましょう。じゃあこの辺で終わりたいと思います。コバルトボーイ、毛利幸隆でした。脇本でした。おやすみなさーい。おやすみなさい。